はい、マッチョの振り返りからやらせていただきます、はい、ということで実装済みのアップデートのご紹介でございます。はい、まあ、11日とかね、先週かな入ったと思うんですけども、はい、一応ねオートアイテムの消費方法を直してくれと言われましたので、一応サーバーの方で確認したら、あ、直せますねって話だったので直してもらいました。これあれですよね、オフイベで意見来たやつが実装されたってことですね。そうすごい、なかなかあのオフイベで言われたんでって言ったら終わった、調べるわっていう感じで覚えていただきました。そうそう、ありがとうございます。はい、なんか中途半端に残っていくから、そう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 、少ないやつからなんとかなりませんかっていう意見がもうこれ実装されましたね。すげえすげえすげえ。はい、であとはですね、ショートカットでポストを入れてって話があったんでポストを追加しました。はい、であとは、なんか他人がなんか北向きになっちゃう問題があって、そうそうそう、これも意見ね、言ってじゃあ言ってた、これあのなんとなく僕の中では多分あのバグだろうなと思ったら、まあ、実際斜め上のバグでして別の問題でして、ちゃんと調べたらちゃんと問題が出てきたんで やっと直せましたね。下向きにならない、アルファテストの時からおかしかったです。あ、え、あ、そんなになんかね、おかしいとこが一箇所あったんです。これじゃんって言ってみんなであーっつって直しました。これただ、俺もこれお弁当に持ってたけど、別に北向きになることに何の問題があるのかってちょっと思ってたよね。他人とスクショ撮るときとかになんでお前だけ違う方向向いてんの、でも俺の画面では向いてんだけどみたいになっちゃうから直してほしいって話でしょ。なるほど。はい、で次のページと、はい、はい、ってことで、あとはですね、あのバフアイコンの、ね、情報追加をやりました。あれですね、クロスファイアの、ね、チャージ段位とか見えたりとかね、 あなたね、そう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 、火力転生の、ね、チャージ台見えたりとかね、うん、あります。あの一応オプションの私はグラフィック設定にありますので、もし用意されてないなって人はそこをちょっと見ていただければいいなと思ってます。で、あとはですね、まあ、待ちに待った栽培&料理システムでございます。はい、まあ、初めはね、実装されたのに料理できねえぞみたいな話だけどね、あの食材をみんな持ってないので、そうですね、そうそうそう、育てなきゃ、畑いつになったら取れんねんっつって、はい、もうね、もうみんな木を植えればいいんじゃないかとかね、いろいろありましたけどね、まあ、結果的に畑はかなり効率がいいのではないでしょうかってことですね。これだから長嶋さんが言ってたみたいな、ツイッターでね、こうもう動画上げたりとか、もう騒がしてね、ここはだいぶ騒がしてましたね、なかなかたこ焼きができんっつってね、まあ、意外に薬品を消費するんですけども、基本的に毎週植え直すというわけではなくて、基本的にはなんかその収穫量減ってきたなと思ったらもう一回植え直すっていうのは正しい運用なので、まあ、あの本当に最高効率求めるんだったら毎週そのものすごい量の薬品払わなきゃいけないですけど、まあ、あの多少下がるぐらい、まあ、大丈夫じゃないっていう人は多分1ヶ月ごとぐらいで多分やった方がいいとは思いますね。はい、今回も僕あの歌丸さんの料理つまみ食いしてごっそり言ってましたから、いいじゃないですか。つまみ食いはね、なかなか効果も高いですし、結構ね、料理自体のバフ効果もなかなか高いものがあるので、はい、多分もう今なんかレベル3ぐらいまで上がった人とかも結構こんなに上がるんかみたいな話もちょこちょこ聞いてはおりますけどね。ただやっぱ料理自体はどうしてもレベルが上げにくいシステムなので、結構まあ気長に上げていかなきゃいけないってところもあるので、まあなかなかねあるし、まああとはその何そのまあ友達同士とかで、まあなんかこの効果俺上げるからそっちよろしくみたいな感じで上げてったりとか、お互いねギルドとかで話し合ったりとかね、はい、まあ多分2品ぐらい上げていくのがちょうどいいんじゃないのって感じはしますけどね。いただかれました、ね、つまみ食い強すぎて困るとここに生きるのであればつまみ食いしないという選択肢もあるのではないでしょうかそういうわけではないと、はい、でその次のページトーンっていきますが、はい、はいはい、ということで25日明日ですな、アップデートありますと。これからマップトレジャーの、ね、第7章マップのね配置が始まりますよ。まあ、ラルバータ映ってますけどボス部屋には確か宝箱なかったっす、まあ、怪物の森からはいはいはい、そうそうそう、地を貫く塔までの間で配置されますよっていう感じですね。なるほど、はい、これあれアイコンなんすかこれ。何喋ってなんかさっきも勲章マークやったやんか、あ左上の勲章マークでクリスターが書いてあるね、下はクリスターでね、そうだね。で次のページ行くとなんか喋ってる、はい、まあ、だからほらアチューメントは達成したら勲章リスト済みでしょ。あそういう意味があったってことですね。でクリスターじゃん、はい、だけど今明日のアップデート情報はついてないでしょ。あ、未実装だから。はまってないってことですね。実装されたらはめられるんだ。アイコン意味あったよねこれ。めちゃくちゃ分かりやすい。今回からだよ。これ。これ前回はなかった。分かりやすい。だから今会議中みたいなってことですよね。そうね。これからだよってことですよね。いや情報を伝えてますよの段階。なるほどね。明日になったら勲章に変わるってことです。ああ面白い。ああいいですね。で次のページポーンっていきますが、
はい、ですね。イベントボスのね、ゾエにベリーハードやってくれ、もう一人でこれみんなソロで戦ってくれ、出てくるぞ、ソロで討伐みたいな動画上げてくる人出てくるぞいいと思いますよ。あのイベントボスはあの高難易度と違って全然ソロでも倒そうとも倒せるので、まあ、ちょっと去年のジャリロはどうしても傭兵とか連れてかないとかなり厳しかったですけど、はい、それでも傭兵2体入れれば全然ソロでも回せるはずだったので、うん、まあ、あとはちょっと相性ですね、うん、どうしても武器との相性って絶対あるので、うん、そこはもうどうしようもないですねってところですね。これは明日、はい、ちなみに気づいてないかもしれないですけど、実は2行目にインドネシア語増えてます。え、英語じゃなかったってこと？英語じゃない、英語は一番上。あ、本当だ、ベリーハード。メナンバウサンゲットソリッドパダイベントボスゾエ。わかんないな、読めない、インドネーションが言ったくさい。わかんない、全然読み方合ってるかわからへんけど、読み方がね、イントネーションも合ってるのかみたいなのもありますし確かに、まあ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 、はい、ということでじゃあ次のページトーンといきます、はい、ということでシナリオのアップデートもありますよっていうところですな。であとは3話とね、まあ、ちょっと、ね、あの1話あたりがちょっと短かったので2話分入ってますよと、はい、まあ、2話入ってることは経験値も2回もらえますのでね。あ、行こう。いいですね、美味しいですよっていうところ。なるほど、あ、そうですよ、新たな拠点ですね。まあ拠点と言ってもあれですけどね、新たな国そうですね、これが拠点になると。ただ拠点ではあるんですけど、ここはあの首都じゃないのでセーブポイントでしかならないです、うん、残念ながら。ああ、なのでアインクラウドみたいなもんですよ。はい、なるほど、なるほど、はい、はい、ってことですね、はい、まあ、これが明日のアップデートで入りますよ。すごい、まあ、新マップもありますね。すごい早いな、はい、本当にいろいろ。で次のページポンっていって、はい、であとはエリ制作中の部分でございます。武器マーク、武器マーク、まあそうですね、まあ、僕たち戦ってますからね。なるほどね、使用書と戦ってますからね、もう、はい、でさっきのクリスタと違ってね、はい、トンカチの絵ですかね。あ、まあ、カンカン中ってことね。作ってるんですよね。はい、ということで、まあ、一応前も報告させていただきましたけど、はい、まあ、デュアルソードの、ね、スキル3レベル4を今開発中でございます。まあ、なんとなくサンプルが今出来上がってきたなという段階なので、まだバランス調整まではいけていないので、まあ、まだまだかかるな、まあ、それでも12月中には入れたいので、まあ、一応言っておけば、できれば来月末にもし放送があればそこでお披露目したいなと思うし、もし放送会なければちょっと12月入っちゃうかもしれないですけども、そちらでちょっと放送枠取ってやれればいいかなと思って。来月末やります。いや、放送があるかどうか分かんないそう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 。で、もう一個が、ギルドのログイン時にメッセージをチャット欄出してほしいっていう。あ、言ってた、送りイベントみたいなやつですね、うん、これあのお知らせの一部出してほしいみたいな話もあったんですけども、はい、まあ、あのやっぱ要望的にはそういう意味ではないと思ったので、お知らせと別にログイン時のメッセージを設定できるようになりました。おー、なりましたというか、なります。なります。すごいすごい。そっちの方がちょっと文字数制限は短いので、はい、まあ、要はチャット欄に出すようなので、まあ、およそ2行ぐらいかな、うん、のメッセージが登録できて、そっちは管理が別なので編集者も別の人で編集することもできます。はいはいはい、まあ、権限は同じですけど。なるほど、なるほど、はい、あと今作ってるパーティー連結の方ですね。これはさっき言ったあのレイドで好きなもう1パーティーを選べるってやつですね。うん、まあ、ちなみにこれパーティーの連結はできるんですけども、あの一般のあのあれですね、あのザコモンスターとか MO とかの MO じゃねえ、普通のボス戦では、はい、あの効果発揮しないです。ただ単にチャットがつながるだけです。あくまでレイド戦の時に一緒になれますよってだけのパーティーなんで、それでも8人でチャットできるっていう意味ではちょっと強いですけどね。そうですね。パーティーチャットが全員できるってことですね。まあ、できるだけです。で、できるだけです。ただそのドロップとかの共有とか経験値の共有はないので、さすがにそこは1パーティーごとですね。はい、はい、いいんじゃないですか。それだけでも全然違いますよ。はい、で、はい、その次のページポンっていって、まあ、最後のページですね確か。はい、ということで、あとちょっと前言ってた名前の文字数を8文字から半角16文字にしようってやつ、ちょっとこいつがちょっと苦戦してますね、はい、結構根本的な部分直さなきゃいかんので、やっぱこれがないとちょっと海外の方は名前が入れにくいって話なので。そうそう、長島パイナポーにしたいんですけどね。今もうその全角でも半角でも8文字しか入らないので、これが半角16文字になればね、全角で8文字の半角16文字になりますので、うん、まあ、ここはちょっと鋭利制作中ということでちょっとお待ちください、はい。で、まあ、他にもね、あのいっぱい要望いただいてますからね、まあ、タッチの染色もそうでしたし、いろいろともう僕らの要望リストいっぱい入ってるんで、はい、まあ、見るたびにうちの開発のスタッフの誰かがため息をつくんですけどこんなにあるんかみたいなうーってどれからやろうかのみたいなまあ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 、まあ、一個ずつね、あの順番にやっていければなと思ってますので、ね、はい、引き続きよろしくお願いいたします。